父さん。うん。あの世って本当にあるのかな。うん。極楽とか地獄って本当にあるのかな。どうだろうな。でも昔の偉いお坊さんがあると言ってるんだからあるんだろう。あると信じて今を一生懸命生きることが大切なんだよ、うん、お釈迦様は私たちの心の中に極楽も地獄もあるとおっしゃっています。心の中、つまり心の持ちようで極楽にも地獄にも暮らせる。極楽に生きるか地獄に生きるかは心次第なんです。心をどこに置くかで見える世界が全く変わってくる。せっかくなら楽しいとこに置いた方がいいじゃないですか。おい、どうした？ジミーズ、しっかりしろ。おい、誰が持ち場を離れろと言った？誰がって、仮病なんか使いやがって。貴様それでも日本何時間何言ってんだよ。こいつぶっ倒れたんだ。もう一度言ってみろ。くだらねえことに首を突っ込むな。さっさと機械を回せ。遅れを取り戻すんだ。地獄だ。